はい、お疲れ様です。おはよう、おはよう、おはよう子というわけで朝ごはんでございます。うん、今日はね、花金だから豪華だよ。がっつり食えんかな。残すときは最初から避けてね。はい、こんな感じ。そしてお弁当、嫁ちゃん、そして生徒ショップ、よ生徒ショップ、政府の方はあまり急いでないというか、危機感がないです、ね、こんな感じでございます。それは女性が、女性雇用が減っていくことで、ゆっくり行きましょうか。今日は1年前に皇籍離脱した、ね、その男性、全体的に茶色いのをパセリとトマトでごまかす、ね、あとほうれん草を挟む、なるべく色を散らすというね、作戦でございます。はい、うん、どん、ほう、迫力、いいね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 、ナイスですね。はい、どうもありがとうございました。はぁ、ですから、あの、本当に、弁当2日休みや、やったぜ、はい、ゆっくり寝ろっと、はい、これはね、いわゆる、おやすみちゃん、あ、せっかくなんで、なんか、この絵もいいな、うん、ちょっと固めてみようかな。おまけ、おまけ、おまけですよ。5月27日土曜日、はい、ジャパネットで何かが起こる。こんな感じ、おまけ、チャレンジして、そこで世界的鉱物メーカー、あのダイキンの最新エアコンを持ちました、はい、今お使いのやおまけ映像でした、ありがとう。
はい、おはようございます。さて今日のご飯、朝ご飯はこんな感じ。卵かぶったね、いい感じ。でも鮮やかですな、ね、そして弁当はこんな感じ。ダラ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 、あーちゃん、ね、こんな感じでございます。焼肉弁当、こんな感じ。ゆっくりゆっくり行こうか。よいしょ、くにくん、嫁ちゃん、ね、はい、あー疲れた、もう嫌や、弁当嫌や、嫌やな、もう。飽きるね、さすがに仕事自体飽きるね、これ、ね、はい、というわけでお疲れ様でしたね。本当にね、お疲れ様ランチということで、またどうぞよろしく、うん、バイバイ。
お疲れ様です。おはよう、おはよう。今日はね、頑張った卵焼きね。はい、おはようということで、朝ごはん、はい、こんな感じだよ。うん、カレーコロッケ、朝から揚げ物、きついね。さあ、嫁ちゃんのお弁当の卵焼きは余った部分のでかいやつ、うん、超巨大、こんなでかいの。ますます、まあ、やめとこう、うん、ね、こんな感じ。あとはね、こんな感じよ、うん、ね、はい、のり弁、コントラストがいいね、今日はね。やっぱ卵はいいね、うん、こんな感じですか。今日のお弁当はこんな感じですよ、ね、というわけで、はい、ボン。どっちがいいかな、こっちがいいかな、今日こっちかな、今日こっちだね。はい、はい、お疲れ様でした。明日を見てるみんな
またどうぞよろしく。バイバイ。
はい、お疲れ様です。さあ、今日の朝ごはんね、こんな感じ。まあバランスよくできたんではないでしょうか。ザ朝食、ベーコンソーセージのシャウエッセン、お高いよ、ね、目玉焼き、サラダにエビフライ、うん、ベストじゃないですかね。今日お弁当こっち、嫁ちゃん、ね、今日はね、フライが多いですね。冷凍食品本材でございますよ、ね、一から作ってらんない、うん、ね、困ったもんだ。はい、こんな、いいね。はい、ちょっとアップね、こんな感じ、うん、こんな感じですよ。よし、はい、ありがとうございました。またよろしくどうぞ。またね。
はい、お疲れ様でした。今日のお弁当と朝ごはんね。朝ごはんはね、これちょっと質素に見えますが、昨日の酢豚とヒレカツがね、とあとなんだっけな、ナポリタンパスタですか、パスタというかね、ナポリタンパスタが、まあ、余ってるんで、まあ、それをつまんでいただきたいと。まあ結構残ってるんでね、朝も昨日の残りをちょっとさばいていただきたい。ちょっと作りすぎたね昨日はね。はい、というわけでお弁当こんな感じ。ずらずらずらと、ダーン、ダーン、ダーン。まあでも今日ちょっと色味的に地味ですかね、こんな感じ。うん、まあ、細かく言うと、昨日の残りのヒレカツにお惣菜、そして冷しゃぶごま味、ごまだれでございます。それと、野菜とミートボールでございます。はい、ちょっとねシンプルでございますけど、はい、色味的にも、うん、ちょっと地味かな。黄色が入らないとね。うん、こんな感じです。今日本日ちょっと地味。うん、地味ですね。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。さて今日はね、朝邦くんがいるんだ。これ朝邦くん昨日夜更かししたからね。うん、幼稚園行きたくないのコーナーでしょ。はい、チラーっとセクシークイーン君、なんか一言ください。おはよう、おはよう、うるせえと、うるせえと、うるせえと、どうもありがとうございました。うるせえと、ね、どうもお腹。
はい、お疲れ様です。さて今日の弁当、ドスンとハンバーグでございます。チーズインハンバーグね、こんな感じでございます。今日はね、あのバンバンジーのサラダにちょっとおしゃれに細切り唐辛子をね、ちょっと乗せてみましたよ。こんな感じ、細切り唐辛子をするんですよ、ね、はい、こんな感じですよ。お稲荷さんも入ってる。これは昨日ね、生協で買ってきたお稲荷さん、はい、ね、ちょっとしたアクセントというわけで、引き続き朝ごはんです。よろしくどうぞ。はい、お疲れ様です。朝ごはんね、まあお弁当の余りとベーコンエッグでございます。はい、そしてお弁当こんな感じですね。はい、これあの稲荷のね、あのセットの余りですセットの余りをご飯代わりに詰め込みました。うん、豪華。はい、あー、締めて14人前でございます。もうしんどい、もうしんどいぞ。きつい。もうバリエーションがないです。もういや、まだある。無限大にあるはず。というわけで、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。金曜日ね、2日間のお弁当お休みでございます。やったぜ、ね、しかしながら晩飯は残ってるという地獄の140連勤ね。お疲れ様でした。またね。
お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。そう、今日はこんな感じ。これ朝食ね、同時に作ると早いね。それと今日はこんな感じです。チンジャオロースに麻婆茄子ね、揚げ物はねちょっと控えてます。はい、よっほっ、こんな感じですかね。はい、もっとゆっくり。これ嫁ちゃん、くにくん、はい、こんな感じでございます。はい、ありがとうございました。またどうぞよろしくね。